おはようございまっちょ、フォルテです。本日の動画はパツキンの花見ちゃんとのコラボです。トップ YouTuber である花見ちゃん、そして中堅 YouTuber であるフォルテくんとのねコラボなんですけども、僕から突然メールで岡山に来ると聞いたので、ささみくんです、ぜひコラボしてくださいとメールしたところ、心よく OK をもらったので、腕相撲対決をしてきました。というわけで、そちらの映像をどうぞ。映像動画はまた後日出しまっちょ。それでは、どうぞ。子供の姿可愛いよ。子供になんか好きになられた。ドン！可愛い子いねえかな？可愛い。え？匂いがする。肉の匂いがする。花見ちゃんだ。花見ちゃん。ちょっと待って、連弾しようよ。ちょっと、ささみくんと連弾しないかい？僕はついていくよ、連弾するまで。連弾しよう、連弾しよう。はい、というわけで連弾が決まりましたので、早速ハラミちゃんと演奏していきたいなと思います。それではそちらの映像、ドン。おはようございます、フォルテです。こんにちは。こんにちは、はじめまして。あ、僕ね、急にメールをしたんですよ。はじめまして、ささみくんです。ささみくんになったんですよ、今日限定で。そう、え、ハラミちゃんですよ。ハラミちゃん、イントロじゃハラミ。あ、そうなの。ハラミ、ハラミ、こっち、こっち。あ、こっちね、ハラミ。ということで、僕もね、お米じゃなくて僕玄米くんなんで、そう、一緒に今からそう、ヘルシーにね、筋肉パプリカを。そうなんです、言っちゃいます。筋肉パプリカ言っちゃいましょうか。で、僕ね、ちょっとあまりね、むちゃくちゃなアレンジされた僕対応できないんで、やめてくださいね、絶対。普通にノーマルな、ノーマルで楽しくいきましょう。筋肉パプリカ、はい、はい、それではスタート。ピアノだけじゃ物足りんな。へえ、ハラミちゃんよ、ピアノだけじゃやっぱ勝負がつかない。筋肉バトルやっちゃう？いきます、いきます。何だったらいけます？腕相撲で。腕相撲？そんなもう許せない。よし、腕相撲でいきますか。ここでいきます。できるよ本当に。フォルテ頑張れって言って、あ、ささみくん頑張れって言ってた。ささみ、ささみ、ハラミ、ハラミ、いい？OK、 僕練習、せーの。ささみ、ささみ、ハラミ、ハラミ、ささみ、ささみ、ハラミ、ハラミ、ハラミ。はい、というわけでね、やっぱピアノの勝負だけあったらお互い愛子でしたね。そのことで、やっぱりハラミちゃんからもう言われたので、筋肉バトルをしていきたいなと思います。いやね、僕はものすごく強いんですよ。はっきり言って、腕相撲のフォルテ君って言われるぐらい有名で、そう、ハラミちゃんが弱小なのはもうすっげえ YouTuber で有名なんですよ。よっしゃ、勝負。しゃこい、いくよ、しゃこい、しゃこい、よーい、ドン。もう来い。ハラミちゃん強いんだよ。トレーニングしてもう一回またリベンジをしましょう。じゃあ勝負だ、よーい、ドン。いてよ、いてよ、助けた。最強だな。ありがとう、ありがとうございます、ちゃん。お疲れ。よいしょ。いて、いて、いてよ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 。もう一回やろう、勝負だ。よし来い、よし来い。いてよ、いてよ、いてよ、いてよ。ありがとう、バイバイ。じゃあ、はい、真面目に一緒に待って、はい、行って。やば、話してくれ、頼むよ。筋肉フェロモンがバカ。ありがとうございます、やめてくれ、やめてくれ。ありがとうございます。まだ。いやー、いやー、いやー。
というわけでね、最強コラボ伝説の回が誕生いたしまっちゃ、ハラミ様、そしてササミ様、皆さんタンパク質に感謝しましょうね。ぜひ岡山また来てください。マジっすか、はい、よかったでございまっちょ。皆さんハラミちゃんのねチャンネル貼っときますので、ぜひともチェックしてみてください。そしてハラミちゃんのファン、いつでも良質なタンパク質が欲しくなったらホルテのチャンネルに聞いてみてください。それではバイバイ。ハラミちゃんとね、伝説のコラボができたということで、僕が手掛けている服とカバン、カバンをプレゼントしたいなと思うので、楽譜って使いますよね。使います。ぜひ楽譜が入るすっぽりとしたカバンを使ってみてください。やったー、ありがとうございます。僕フォルテ、はい、見てもらえたかなと思います。ささみくんとハラミちゃんとのコラボどうでしたか。ものすごく優しい方でしたよね。まあ、僕初めて会ったんですけども、初めて会ったにもかかわらず、僕と同じようなテンションで絡んでくれてものすごく嬉しかったです。で、ハラミちゃんといえば盗聴ピアノで紅とか、まあ有名な曲とかを弾いてバカーンってものすごくね、大ヒット今してる女性です。そして YouTube 以外にも17ライブとかでもね、トップで活躍している素晴らしい方なんですけども、彼女は何歳なのか僕はまだわかりません。そして訴訟も全く知りません。気になったんですけど、調べたけど全く出てきませんでした。一つ分かったことあります。コラボして優しいんすよ。やっぱりね、ネットでこうやって配信とかしてる方っていうのを今まで絡んできたんですけど、やっぱみんな共通してて優しい。そして無茶ぶり聞いてくれる、皆さんこの動画見たら思ったかなと思うんですけども、フォルテ興奮しておりました。なんかその日ね、なんかどうにか面白くしたいなみたいな感じで、ものすごくテンションが舞い上がって、もうなんか何を言ったか分かりません。編集された動画を見ながら、僕はこれ何をしてるんだろうなと思いながら、悲しくなりながら見ました。皆さん心よくグッド評価をしてもらえたらなと思います。そしてハラミちゃんの動画の方もね、ぜひ概要欄に貼っておきますので、ぜひともチェックしてみてください。皆さん多分ね、もう何回もハラミちゃんの動画は僕と同じように関連動画で表示されたことあると思います。絶対クリックしたことあると思います。ハラミちゃん、ささみくん、そしてね、今回撮影を一緒にしてくれたお子さんたち、まさかの僕のことを好きになったらしくて、お父さんとか周りの親御様が僕たちの撮影を見守りながら、お子様と一緒に戯れてるのをずっと写真撮ってくださって、みんな楽しくアットホームな素晴らしい動画が撮れたかなと思いまっちょ。明日かな、後日、まあまたハラミちゃんとの筋肉パプリカを演奏だけで配信しますので、ぜひそちらの方もチェックしてもらえたらなと思います。僕は正直めちゃくちゃ緊張して、なんか本当に後からその演奏動画出すのかなみたいな感じでね、ちょっとショックでした。っていうのも興奮しすぎて、なんか意味わからんことをしてます。やっぱり僕はダメです。なんか舞い上がっちゃうと、もうむちゃくちゃなことを本当にやってしまうので、自分の制御が止めれません。皆さん助けてください。多分演奏見て明日フォルテ君やっちゃったなと思ってください。それではまたパプリカでお会いしまっちゃう。お仕事お疲れ様っちょ。帰りたくないの？帰りたくないの？帰りたくない。あらー、これは始まったぞ。恋の予感だ。逃げ出してくれ。頼む。ダメか。ついてくるんか。まだついてくるん。ありゃー。じゃあ指相撲して勝負終わるか。指相撲する人。専門か。最後に指相撲しよう。嫌なのか。僕は帰れません。寒いよ、助けて、寒いよ。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してて、なんならチャンネル登録してね。これマッチョ、細マッチョ。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ソソマッチョ、マッチョますますボーイ、マッチョ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 。
マーチョが大好きです。